セパゾン上 11mg セパゾン上 22mg クロキサゾラムはベンゾジアゼピン系の抗不安薬の一種である神経症と心身症手術前の不安に適応がある商品名セパゾン連用により依存症急激な量の減少により離脱症状を生じることがある抗精神薬に関する条約のスケジュール法に指定されている麻薬及び抗精神薬取締法の 第三種無機精神薬である脳にあるガバー受容体に結合することにより抑制性の内因性リガンドであるギャバの作用を増強し神経の興奮性を低下させる次のものには使用できない日本では2017年3月に重大な副作用の項に連用により依存症を生じることがあるので容量と使用期間に注意し慎重に投与し急激な量の減少によって 離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。キー反応に関して、錯乱や興奮が生じる旨が記載されている。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、容量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する。 胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。AB、セパゾン上1、セパゾン上2、セパゾン31%添付文書。2016年11月4日閲覧。ABC 厚生労働省医薬、生活衛生局安全対策課長、催眠鎮静薬。 好不安薬及び、好転換薬の、使用上の注意改定の周知について https コロンスラッシュスラッシュ www.pmda.go.jp スラッシュファイルズスラッシュ 000217230.pdf2017 年3月25日閲覧、及 <athletes> <but and regrets> び、使用上の注意改定情報。医薬品 <Abi ás> 医療機器総合機構。 2017年3月25日閲覧。AB 医薬品医療機器総合機構。調査結果報告書医薬品医療機器総合機構。http://www.pmda.go.jp/.files/.000217061.pdf2017 年3月25日閲覧。医薬品医療機器総合機構。 ベンゾジアセピン需要対策動薬の依存性について、医薬品医療機器総合機構プムダからの医薬品適正使用のお願い。https <ッ><ッ> www.pmda.go.jp f i l e s 000217046.pdf2017 年3月25日閲覧。ありがとうございます。